ところで神ゲーとわかってしまう。皆さんこんにちは、こんばんは。レトロゲームゆっくり実況、始まるよ。本日プレイするレトロゲームは、ファミコンで発売されたガチャポン戦士2カプセル戦記です。SD ガンダムのガチャポンをテーマにしたシミュレーションゲームだな。このゲームは単なるガチャポンのゲームかと思いきや、戦略や資源管理があるシミュレーションゲームと、戦闘のアクション要素を両立したゲーム、その上二人対戦まで実現しているという、はっしーてとんでもないモンスターゲーム。これほんと80年代のゲームなの ?89 年というとファミコンも後期に差し掛かり、手の込んだゲームも多いよな。この年に発売されたのは、マザーやファミコンジャンプ、そして北斗の剣3か。最後のタイトルはよく聞こえません。このゲームではまず、自分のユニットを操作して、資源マスを占領して収入を増やしながら、ユニットを生産していきます。資源マスは2種類あり、シティは収入が多く、補給基地はユニットの修理が早いのか。まずは近くの資源マスに進行していきましょう。プレイヤーは1ターンに12ユニットを動かすことができ、やることがなくなったら相手にターンを渡します。サウンドが良すぎてワクワクが止まらない。なるほど。この間に CPU が行動を決めているんだな。むっちゃ急いでくれている感があるよね。しかし、両軍ともザクやドムが初期配備か、ジオン系のモビルスーツが多いな。残念なことに、このゲームにはジムやガンキャノンがいません。主力量産機のジムさんはシミュレーションゲームにぴったりなのにな。容量の都合なのかもね。まずは資源マスの確保のために、モビルスーツを量産していきましょう。このマップは海が多いからな。水中適性のあるモビルスーツが良さそうだな。ゾップがむっちゃ強そう。こんなモビルスーツ呼ばわりされてたのに。でも生産に2ターン必要なのね。序盤は数を増やしたいからな。まずはズボックからでいいんじゃないか。そういえば各モビルスーツにコメントがついていたな。ちょっと味があるテキストだったので、紹介していきましょうか。ザクレイス、少しは強くなりました。おう、グッフフ、一応強いぞ。ザクとは違うのだよ。グッフフ、シティの防衛は俺様よ。なんとか守ってやるぜ。水中戦なら私、今度はサーベルも持ってるぜ。苦労はないの？レーザーはズボップより強力だ。ただし水の中だけにしてね。値段は買い頃、パワーは全開、よろしく。みんなキャラ付けしてんのな。これは他のユニットも楽しみだぜ。さてそうしている間に最初の戦闘が始まりました。ゾップ対ゾップの重量戦。お前ら随分とノロノロだな。適正でない地形だとスピードがかなり落ちるようね。ここは距離を潰してパワー勝負よ。見かけ倒しでなければいいのだがな。私のゾップが、見事に爆散したな。ファーストバトルは相手の勝利か。やられちゃったよ私のゾップ。まだ序盤とはいえ、右下の資源を独占されるとまずいかもな。近くにいるザクやドムを向かわせましょうか。ゾップ相手ではステータスで分が悪いが、地上戦ならなんとかなるかもな。生産できるモビルスーツは所持資金に応じて増えていきます。サーベルフリフリ、細身だけど量産タイプの鏡さ。じゃーん、映画メカだぞ。量産だ解読だ。キラ動画やす。僕、怖いの嫌いです。サラダ作って待ってます。アストナージが乗ってんの？僕が元祖ガンダムだ。まだまだ現役頑張るよ。まさかのズサ参戦。頭が重い、ミサイルの乱れ打ちじゃあ。生まれは関係なし、育ちを見てくれ。オールマイティだぜ。キターンズ製なのを気にしているのか。アッシマーター。むっちゃ書きやすそうな構造。もうこれはアッシマー一択でしょ。なんて言ったって可変モビルスーツだからね。ザクヤドムとは機動力が違うぜ。今度は中央が戦場になりそうね。マップの中心か。ここは絶対に譲れないポイントだな。ズボック対グフ、冗談ではない。水中でズボックに勝てると思うなよ。しかし油断ならないぞ。CPU の強さはシャアに設定してあるからな。どの機体も赤い彗星並みの操作テクニックがあるぞ。強、ズボックのミサイル、ダメージが半端ないわ。これが水中用モビルスーツの力か。あのグフ相手に圧勝とはな。さあ勝ち時を上げるわよ。いくら相手が赤い彗星とはいえ、モビルスーツのスペック次第では対処できそうね。シャアレベルになると、こちらの移動先に射撃を置いてくるからな。グフの雪辱戦に、今度はドムが戦いを仕掛けてきたわね。そういえばカプセル戦記では戦闘はまだタイマン限定なんだな。そこはファミコンの限界のようね。カプセル戦記のシステムを継承したスーファミの SD ガンダム X では、叩いたの集団戦もできるみたいだよね。無災無災だな。戦艦まで生産できるのか。拡散ビームをぶっ放せばもう無敵だす。皇帝関西圏の方、バウンドドッグもいいよな。強そうな機体は2ターンかかるのよね。まずは安定のガンダムマーク2から揃えていきましょう。
お、ついにアッシマーの初陣だな。相手は初戦でギリギリ負けたゾックね。ゾックのパワーは侮れないけど、アッシマーの機動力で翻弄してみせるわ。これが可変モビルスーツの機動力。もう見た目はハンバーガーにしか見えない。このスピードなら赤い彗星の射撃もかいくぐれるわ。は？何そのカスダメージ、三段でも使ってんの？おい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 、あのダメージでは時間いっぱい打ってもとても撃墜できないぞ。なんならゾックの射撃の方が強いよね。どうなってんのよブラン少佐。こうなったら仕方ないわ。アッシマーのパワーで押し切ってやるわ。自慢の機動力の使いどころがない。基本性能はやはりアッシマーの方が上か。どうにかゴリ押せたな。だー、マップ中央ではこちらの水中部隊に地上用モビルスーツが攻めてきているわ。総帥、もうちょっと地形を考慮した戦略を。アクション部分はとんでもない強さだけど、飛行についてはそこはファミコン。速度を重視するために色々条件を省いていそうね。CPU の待ち時間が長いとテンポが悪くなるからな。ちょ、その連射速度は明らかにチートでしょ。さすが赤い彗星、プレイヤーには不可能な連射を使ってくるな。水中ならゾックでもバウンドドッグ相手に勝てそうね。地上マップは海地形も多いので、水中用モビルスーツが活躍できそうだが、資源マスを占領するために地上に上がらないといけないのが難点か。だー。中央を抑えている間に左上を占領しましょうか。ここを取れれば資源差で大手だな。さあマーク2で突撃よ。頑張って今さん、隔離コン、ジェリド、強奪されそうなメンバーだな。ガンダムマーク2対ガンダムマーク2。カラーリングはプレイヤーの色になるんだな。相手はニュータイプ。ビームライフルの打ち合いでは分が悪いので、近距離戦に持ち込みましょう。ビームサーベルの速度はプレイヤーと同じなのは救いだな。相手がバルカンを混ぜた分だけこちらが押し込めたね。だー。敵軍のベースを占領で勝利確定だな。いやいや、まだとんでもない相手が残っているわ。なん、だと。本拠地には守護者がいるの。その名も武者ゼータガンダム。とんでも正常な戦国伝キャラよ。しかしこちらはガンダムマーク2の量産に成功しているからな。いくら高性能だろうと所詮短期。圧倒的な物量の前ではなすすべもない。は？一等戦の性能かよ。まさかガンダムマーク2でもここまで一方的とはね。やられちゃったよ私のガンダムマーク2。生産できるモビルスーツはマップごとに決まっており、このマップではガンダムマーク2やバウンドドッグあたりまでで制限されているわ。ニューガンダムを作れたらもう少し楽だったんだがな。こうなったらこちらの全戦力をぶつけて、少しずつ削っていくしかないわね。敵の難易度がシャアなのもあってか、とんでもない強さになっているな。あの速度で突っ込んでこられると、こちらはビームサーベルを振るくらいしかできないね。やられちゃったよ私のマーク2正体。しかし武者ゼータの HP もわずかだ。残りのモビルスーツでどうにか押し切ろうぜ。武者ゼータガンダム撃破。どうにか打ち取れたか。何体ものガンダムマーク2の犠牲のおかげね。これでベースを占拠して1ゲーム終了だな。マップ数は30もあるから、もう1ゲーム行ってみましょうか。次は高コストなモビルスーツも使用できるマップが良さそうだな。ダブルゼータ君のご登場。はい、メガキャノンで勝利の祝砲だな。これはどうなったんだ？何かすごい音が聞こえるね。まさかのコロニー落とし発生。80年代のノリがとんでもねえ。はい、ちょうど級の爆発でオチをつけてリザルト画面ね。このゲームは 2P 対戦もできるから、子供が喧嘩しないように爆発オチにしたかったのかな。次のマップはナンバー28ラストシーン。マップの左右は宇宙空間、中央が地上の構成になっているわ。左右の端に両軍のベースがあるのか。まずは自陣にある資源マスの確保からだな。地上資源をどれだけ確保できるかが勝負の分かれ目だけど、宇宙から地上に移動するには大気圏マスを通過する必要があるわ。大気圏マスは1マスずつしか移動できないから、進行にはどうしても時間がかかるのか。初期配置はジェガンと、なぜか宇宙にズゴック。ズゴックが愛されすぎなこのゲーム。まずはユニットを増やしていきましょう。やっとのザレごとは寄せ。なんてね、まさに万能型だぜ。ゲルググの武装にはちゃんとビームなぎなたがあるんだな。モビルスーツの弁慶とは俺のこと。白兵戦なら任せろ。武器の装備は使い中よ。やります期待してください。ガドームまでいんの？昔々あるところに。違う。とにかく水中なら敵なしだ。ダブルゼータに登場したモビルスーツも多いな。登場している機体はテレビシリーズから逆シャアまでだね。
ここまでは両軍とも自陣を固めて、資源収入では互角だな。CPU の思考パターンは、現状で生産可能なモビルスーツを量産するようなので、とにかく大量のモビルスーツを布陣してくるわ。まさかバーザムの量産をしてくるとはな。相手のギラ動画がいち早く地上にたどり着きそうね。ギラ動画の相手はゲルググでは荷が重いか。これは新たな機体が必要ね。サイコメはある、メガ粒子砲もある、足なんかいらねえぜ。偉い人にはわからんのです。ガンダムもどきじゃないようだ、いとこです。勝手、BWS はないのか。キンキラキンのモビルスーツよ、パーっと行くぜ。まだ終わらんよ、なんてね。火力の大きさが自慢です。戦艦キラーと呼んでくれ。変形で大気圏でもノーダメージ。鼓動が聞こえる。最新鋭の映画メカだぜ。ファンネルは伊達じゃない。ついに来たわね、ファンネル。この死体の背メガキャノンが目に入らぬか。アニメじゃない。リグザム来たー。これはもう量産するしかないわね。ふん、俺こそがモビルスーツの総帥よ。もう迷いはない。行くぜ。ニューガンダムは伊達じゃない。君は使いこなせるか。青いサザビーは新鮮だな。だがやはりここはニューガンダムを作っておきたいな。ニューガンダムの生産まで3ターンかかるわ。それまで敵の物量を耐えないといけないのか。敵軍は地上の内部まで進行を進めているわ。今のところは資源差でこちらが若干劣勢だな。さあ量産の名機ジェガンタイゾップです。容器の製造年代は10年近くも違うからな。モビルスーツスペックではジェガンが圧倒的有利か。しかし相手のパイロットは全て赤い彗星。間違いが起きないように速攻で落とすわ。どうにか勝てたがこちらのダメージも大きいか。ジェガンは補給基地に戻して修理だな。だー。地上のあちこちで交戦しだしたな。続いては強敵ギラ動画ね。こちらのモビルスーツはドムの後継機ドライ戦か。ビームトマホーク元いなぎなたは全方位を狙える近接攻撃。この兵装をもってすればギラ動画なんて。よ、ドライ戦さん、ダメージ低すぎじゃないですか。範囲が広い分、攻撃力は低めに設定されているのか。そしてサブウェポンはなぜかグレネード。おま、ドライグレードはどこに置いてきたのよ。その上グレネード全然当たらない。赤い彗星の名前は伊達じゃないな。グレネードの速度では余裕でかわされているぜ。ぐぬぬぬぬぬ。頑張ってらかんだからん。こうなったらバンダイビルを盾にして攻撃よ。確かにバンダイって書いてあるな。そのビル、遮蔽物を利用する作戦は良さそうだったが、ギラ動画は的確に攻撃してくるな。せめてもうちょっとグレネードが当たってくれたら。何の光？見事に散っていったな。らかんだからんのドライ戦。やられちゃったよ、私のドライ戦。今のところは一進一退の攻防だな。おいおい、ズボボグでギラ動画に戦い挑むの？確かにスペックでは圧倒的に負けてますが、この水中ステージなら、ズボッグの独壇場よ。ズボッグミサイルはとんでも性能だな。ギラ動画の装甲がみるみる溶けていくぞ。ギラ動画撃破。まさか赤い彗星のギラ動画にズボッグで勝てるとはな。だー。敵後方の無彩艦隊が気になりますが、まずは前線のギラ動画を排除していきましょう。ジェガン対ギラ動画か。同世代の主力量産機対決だな。モビルスーツスペックはほぼ互角ですが、相手の操縦技能は赤い彗星レベルなのに対して、こちらはクソガキ時代のハサウェイ君並み。これはちょっと分が悪そうね。まともに戦ったら全然勝てねえ。近くにいる容器で追撃だな。やられちゃったよ、私のジェガン。しかしギラ動画の HP も半分ほど削ったからな。これならゲルググでとどめをさせるんじゃないか。見える、私にも敵が見えるぞ。そんなに接近していたら見えるだろうよ。ビームナギナタが弱すぎるよ。ナギナタはサーベルに比べてテクニカルな武器のようだな。やられちゃったよ、私のゲルググ。まさかに決めも落とされるとは。何やってんのジェガン部隊は。もうギラ動画の HP はギリギリ。さすがにこの戦闘で倒したいな。あのパイロットはこちらの射撃を余裕でかわしてくるからね。ここは確実に近距離で撃ち取るわ。この一気に被害は甚大。ほんと厄介な相手だったな。だー。敵の主力モビルスーツも地表に到着したようね。ファンネル持ちのやっと動画だな。カラーリングはクエスキが近いか。こちらのモビルスーツはおなじみのズボックで相手をするわ。おい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 、いくらズボックの活躍が凄まじいとはいえ、やっと動画相手ではさすがに厳しいだろう。確かにカタログスペックでは全然相手にならないでしょうね。でも忘れることなかれ、このズボックは数々の戦場を勝利に導いてきた。もはや我が軍のエスキ、必ずやオールドタイプの意地を見せてくれるわ。ズボック、さすがのエスキでもやっと動画が相手では厳しかったか。やられちゃったよ、我が軍のエスキ。やっと動画は波のモビルスーツでは手を出せないので、
先に無彩戦艦を落としておきましょうか。無彩級なんて接近とんでもないインファイトしてくるんですけど、この戦艦火ダメすると攻撃がキャンセルされるからな。この速度でインファイトされるとこちらは何もできないな。対戦艦のセオリーが通じないの、このゲーム。やられちゃったよ、最後のドライ戦。戦艦の強さを考えるとあの無彩艦隊は脅威だな。モビルスーツ2機を搭載でき、攻撃力も抜群。使って最強とは俺のためにある言葉さ。アイアムナンバーワン。アルファジールがピエロっぽすぎる。8500とはとんでもない値段だな。戦艦ユニットは戦闘の強さだけではなく、マップ上からの砲撃で一方的に攻撃ができます。ミサイルは攻撃力が高く、ビームは命中率が高いようだな。無彩艦隊に役と動画と、あの大気圏ラインに敵軍の主力が集まっているわね。ついにニューガンダムの偉人よ。ニューガンダムはファンネルに加えて、アイフィールドで最初の火ダメを無効化できます。そしてそんなのなくてもステータスで押し切れる最強ユニット、ニューガンダムはだてじゃない。見事役と動画を打ち取って、ズゴックの仇が取れたな。だあ。そろそろモビルスーツを運ぶための戦艦を作っていくか。モビルスーツ3機まで OK。 戦艦最大のパワーを見せてやる。モビルスーツ3機搭載できるし、移動力もバッチし、決まりだね。さすがは最新鋭の戦艦、費用が1万オーバーもするのね。このゲームでの戦艦の強さは先ほどの無彩で体感済みだからな。値段相応のパフォーマンスを期待しようぜ。パラスアテネが前線に到着したわ。パラスアテネの売りは大火力。テキストでも戦艦キラーとあったからな。その実力を見せてもらおうぜ。メガ粒子砲むっちゃ強い。貯める隙があるものの、この水中マップなら接近は困難だからな。火力こそ正義ね、パラスアテネ。戦艦キラーの名前に偽りなしだな。だあ。飛び出している無彩も狙えそうね。ホワイトベースで一気に近づいて奇襲だな。百式、出る。このゲームの百式はメガバズーカランチャーがないからな。通常兵装のみでどこまで戦えるのか。やば、勝てる気がしない。ダメージとんでもなくダメージを受けるな。百式の装甲は薄いのか。打ちどころが悪いとこんなものか。まだ終わらんよ。 SD ガンダム GX くらいになると百式はマスク兵器が追加され強いんだがな。やられちゃったよ、あの金貨。まあ百式がやられるのは想定内だわ。もうちょっと隊員に期待してあげて。やはりここは総帥のモビルスーツで尻拭いをしてもらいましょう。この世代ならサザビーは最強モビルスーツの一角。手負いの無彩ならカルクケチラ強。そのバルカンエブイって、ビームサーベルでサクッと終わらせようとしたらバルカンの思わぬ逆襲にあったな。戦艦のインファイトゴリ押しなんて、これはナンセンスだ。なんとか倒せたがダメージは甚大だな。バルカンが玉切れになって助かったわ。だあ。情報の戦場が膠着している間に、移動力の高いユニットで、相手の陣地を荒らしましょう。バトル以外でも戦況を変えられるのは、ちゃんとシミュレーションゲームしているよな。ついに我が軍はビブザムの量産に成功したわ。これで敵軍などあっという間に叩いてみせるわ。ここは大気圏ステージか。重力に引かれて下に落ちていくとダメージを受けてしまうな。機動力が低いビブザムには相性が悪いステージのようだな。やらせはせん、やらせはせんぞ。ビブザムの装甲は、バーザム程度の兵装ではびくともしないわ。さすがはビブザム、量産機では相手にならないな。さあ我がビグザム正体で、敵主力のドテッパラを突きましょう。敵軍は数は多いものの、量産機がほとんどだからな。この化け物モビルアーマーで蹂躙してやろうぜ。相手はガゾーム、ダブルデータで登場したモビルスーツね。さすがの操縦技術だな。メガ粒子砲をキャンセルさせられていると。ビグザムには近接攻撃がない分、クロスレンジの戦闘は苦手ね。ここはどうにか距離を取って、メガ粒子砲を狙おうぜ。圧巻の攻撃力ね。ビグザムの戦闘は、いかにメガ粒子砲につなげるかが大事だな。だあ。敵軍も総力を結集してビグザムを迎え撃つ気ね。まあビグザムが正体を組んで襲ってきたら最大レベルの警戒だよな。相手は序盤に苦戦したギラ動画か。あのギラ動画でさえビグザムの前ではただの量産機、メガ粒子砲3発で落ちるわ。とは言っても物量の前では消耗が激しいな。もう1機くらいは落としたいところだが。だあ。ビグザム3連戦目、連戦のダメージを修理する隙もなく畳みかけてくるわね。相手は敵軍が量産しているバーザムか。距離を潰すためにグイグイ攻めてくるな。なんの、このメガ粒子砲で返り討ちにしてやるわ。まさかの3連勝するとは、これがジオンの技術力か。だあ。
戦闘のビグザムを下がらせ、新たなビグザムを投入よ。敵軍にとっては悪夢のような光景だな。今回は因縁の相手ガンダム。これは嫌な予感がするわね。やはりガンガン攻めてこちらのチャージを潰してくるな。ミサイルもきっちりかわしているし、相手のニュータイプは相当なものよ。なんとかメガ粒子砲を当てて一発逆転を狙おうぜ。ガンダム恐るべし。敵になるとほんと脅威だよなガンダム。やられちゃったよ私のビグザム。しかし敵の主力は総崩れ、十分に役目は果たしたな。いよいよ敵の本拠地に突入ね。最後はダブルゼータ小隊の出番よ。ダブルゼータといえばやはりハイメガキャノンだよな。効果力で武者ゼータを吹き、ハイメガキャノンを貯める隙がないんですが。そうか、敵はとんでもない機動力で押し込んでくるからな。被弾でキャンセルされるチャージは相性が悪いのか。アニメのようにはいかないな。アニメじゃない、本当のことさ。相手の本拠地は完全に包囲中。総力戦で削っていこうぜ。このビグザムで先ほどの悪夢を思い出させてやるわ。ビグザムの装甲でも甚大なダメージを受けているな。やはり強すぎるな武者ゼータ。もはや近接兵装を持っていないと HP を削ることすらできないのね。お疲れ様でしたビグザム小隊。最後のビグザムも切っていったか。さあ相手の HP を削り切るまでもう少し。ダブルゼータのパワーでゴリ押しよ。武者ゼータベルハー。強いユニットを揃えられたので、最初のマップよりは楽だったな。さて、カプセル戦記をプレイしたがどうだった？マジでリメイクしてほしい作品です。ガチャポン戦記の系譜は PS の G センチュリーで途絶えてしまったからな。このゲームはファミコンとは思えないシステムの完成度で面白かったけど、残念ながら続編ではシステムが一新されてしまったわね。戦闘がコマンド形式になったんだよな。そちらの方も順番にプレイしていこうぜ。そういえば今回遊んだマップでは生産できなかったユニットもいたので、最後にざっくり見ていきましょうか。ジオやクイーンマンサは使ってみたかったな。サイコロガンダム、なぜこうなったのか。さすがに可変ではないんだな。ジオはなぜか力士のキャラ付けされているね。これには白っ子もびっくりだな。それでは皆様、ご視聴ありがとうございます。本日はこのあたりで、またレトロゲームでお会いしましょう。またなぁ。チャンネル登録、評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくな。